はい皆さんこんにちはレック専任講師の平野です、えー、それでは本日はですね土地家屋調査士ってどんな仕事儲かるのというタイトルでですねガイダンスの方をさせていただきたいと思いますでではまず最初にですねここにこう建物があるとしますそしてこの建物どんな建物ということで登記するのが土地家屋調査士の仕事ですでこれ誰の建物というのを登記するのが司法書士の仕事になるんです でここでいう「登記というのはですね全国にあります国の機関にな役所の機関になってまして土地や建物不動産ですねこれがどんなところにどういう形であるものか土地や建物がどんな形であるのかそしてそれが誰のものになっているのかでどういう権利がついているのか。 とといいうところをを公公にに示ししてて登録をしていく役所になりますで、そこに行きますと、一般の国民がですね、そこでその情報を簡単に取ることができまして、そのことによって、不動産、土地や建物の取引を安全でかつ迅速にすることができるという、こういうようなシステムになっています。というところで、この土地家屋調査士っていう資格は、実は法務省の管轄の資格になるんです。 とか実際にはです、ね、私こうやってあの土地買う調査士の事務所も経営してるんですけども、えー、ちょっと土地買う調査士さん紹介したいのであの会ってくれませんかということで自己紹介しましたらです、ね「うちの建物地震大丈夫でしょうかね?あ」「あちょっとそれは建築士さんの管轄になりますね」とか「ですね、えー、土地買う調査士の平野です」って言うとうちの、えー、土地建物いくらぐらいで 売れるんでしょうか調査していただけますかとか、えー、それちょっとまた仕事が違いますねっていうような形で、えー、実際にはちょっと誤った認識をされている方も多いのでここでちょっと土地家屋調査士どういう仕事をしているのかというところもきっちり説明させていただければと思いますで法務省の管轄の資格になっていまして法務省の管轄ではあの放送資格ですね司法試験、えー、弁護士検察官裁判官などの資格である放送の試験とそれと司法書士 これも法務省の管轄になっていますでその中にある土地家屋区調査士ということなんですけどこれは法務省の資格と言いながらですね土地や建物をどんなものという形で登記する必要があるために現地外へ行ってですねその土地や建物がある場所に行ってそれを測量したりするダイナミックなアウトドアの作業というのがまず一つあるんです。そそしてその 測量した成果を事務所に戻って緻密に計算して申請書を作成するとかいう内容でする緻密な作業これもあるわけなんですね。その外の作業と中の作業二つが、えー、融合しているところが一つ特徴ということが言えますね。で、あと試験についてもですね同じように特徴がありまして文、えー、系で法律資格であるところの文系であるですね、えー、法律の各項目の卓一のテストと。えー ちょっと数学的な要素で土地の計算をする面積の計算をするとかこういった形の通学理数系と文系が融合したようなこういうところも特徴的なところではないかなと思いますね。はい、で本日はですねこの土地家育調査士ですねこの土地家育調査士どんな仕事をするのかっていう仕事の内容ですねこれと収入どういうところからその仕事の依頼が来るのかっていう依頼先。 実際に仕事をするにあたってどのぐらいの実務経験が必要かその設備はどんなものがいるのかということについてですねこの辺についてお話をさせていただいてですねあと、えー、では土地買う調査士として仕事をしていくにはどういうことをしなければならないのかこれ結局は資格を取らないといけないんですけど資格を取るにどのような勉強をすればいいのかどのぐらいの期間がかかるのかこのような形でですね、えー、土地買う調査士の仕事の内容について。 その資格について、じゃあ、どのように試験を勉強するのかという3本立ての段階で、えー、段取りでちょっとお,すすめあのお話を進めさせていただければと思っております。えでは、まず最初、えー、土地家屋調査士の業務についてなんですけども、えー、ちょっとこちらの方ですね。 業務という形でこれに載っているんですけども土地家屋調査士というのは先ほども少し説明しましたように現地に行ってです、ね、その土地や建物がどんなものかというのを確認してそして必要に応じて測量してでそのデータを事務所に戻って作成して申請するこんな形なんですねでは先に例えば建物の登記をするのにどんな作業をするのかというのをあの説明させていただきたいと思います。 えー、例えばそうですね、えー、ここに建物が建っていますねじゃあこの建物を、えー、新築の建物ですということはまだ登記はされていません、えー、そこでこれどのような手続きをして登記するのかっていうことなんですけども、えー、まずこの建物が建っている土地場所を管轄している法務局に行きましてこの土地の状況とか、えー、この 地,基地上に他に他建物がないかとかとそういうことを調べますで、まあ、この頃はあは実際にそこの法務局に行かなくてもインターネットで調べれたりするんですけども、まあ、実際に足運んでいくケースでお話しさせていただきますと現地に行きます、えー、そしてこの <coughs> 土地を管轄する法務局で今申し上げたようにこの土地の状況そして周りの土地の状況建物の状況なんかを資料を調べて確認する。 そして次にこの建物が建っている現地に出向きましてこの建物を実際にどのぐらいの大きさがあるのかとかどこの場所に建っているのかっていうのを詳しく見ていく作業に行きます。で建物っていって普通の一戸建てぐらいの住宅の場合ではですねどんなもので測量するのかというとあのご家庭でも普通にお持ちだと思いますけどもあの、まあ、長いので5メートルぐらいのコンベックスで。 わかります。こうガラガラッと伸びるや伸びるあのもの差しみたいなスチチルでこうじゃーと伸ばすようなやつですね。あれぐらいを使います。で、建物を現地に行ってこうあちこち測ります。ただこれどこをどう測るのかというのは試験にも出題されたりするぐらいそのケースバイケースで難しいのでここでちょっとそのすぐに こののの若干の時間の中でお話しすることはできませんでこのコンベックスとかを利用して建物をこう測りますで最後にこの建物どんな敷地からどんな位置にあるのかなっていうのを境界を確認してその境界からの距離なんかを測ります。であと、えー、建物がどういう構造で木造なのか鉄筋なのかで屋根の形はどんなになっているのかこういうところを測っていくという次第なんです。 で現地でさてどのぐらいの時間を要するかということなんですけども、えー、不慣れな人であればまあ半日,半日近くかかるかもしれないですけど慣れてたら1時間2時間ぐらいでできると普通の住宅ぐらいだったらできると思いますねでそれで事務所へ戻ってきますそうするとどうでしょうかここまで使った、えー、費用というのは結局法務局まで行く交通費で法務局で資料を取り寄せた費用 で現地でこう測ったりするのに、まあ、作業ちょっと疲れたなというのと靴が減ったなとか、まあ、こののぐらいのもんだと思うんですよね法務局で資料を取り寄せるのに印紙を買って資料を取り寄せるんですけどこれどのぐらいの費用が得るかというと、まあ、建物の一個だ普通の1個建てをために調べるんであれば印紙そうですね5,000円とかぐらいですかね1万円かからないと思いますね5,000円ぐらいで十分かと思います。とということは 今まで出費費したお金って5000円ぐらいですねね交通費と、ね、で事務所へ戻りますそして事務所で今測ってきた建物の成果とか土地の資料を用いまして建物の図面とか建物の大きさを表す図面とかを作成するで申請書関係法律と照らし合わせて不動産登記法になるんですけどこれと照らし合わせて申請書を作るでこれを再度その法務局に出す。 出すのは今までは法務局に実際足を運んで持っていかなければならなかったんですけどこの頃は郵送で出すこともできますしインターネットで出すこともできます。というような形で申請しますであと少し待ちますそうするとこの書類が何だ不備なく通っていると1週間ぐらいで建物のこれどんな建物という登記が完了したっていうところなんで,すよでこの書類を依頼元に持っていくと。 さてこの作業でどのぐらいの収入になるかということなんですけども今見ていただいたように大体最初に建物が建っている現地へ行きました法務局で調べましたそして事務所でその情報を作りましたというぐらいでまあ延べそうですね1日ぐらいの作業ですかねこれで請求する費用というのが大体10万円ぐらいなんですよ。でえー まあこの費用がどんなものかどういうものが含まれているのかっていうのはまたあとでもう一度説明させていただきますけどねで。じゃあ次に今度土地のケース考えてみましょうということで例えばここに教室がありますがこの教室ぐらいの土地一つの土地がありますここを、えー、半分に分けて半分こっちだけ家建てたいなというようなケースがあるとしますね。 これ一筆っていうんですけど一つの土地を2つのニーズの半分に分けたいという依頼を受けたということをしましょう。するとどのような作業をするかというと最初の建物と同じようにこの土地があるところの法務局管轄している法務局にやっぱり出向きましてこの土地の状況図面とか誰が所有しているとかこういう情報をいろいろ集めます。そして いろんな周りの情報を集めますでここで情報なんですけど建物の場合は5,000円ぐらいかなと申し上げましたけども土地の場合はもう少し情報をたくさん取らないといけないんで2万円ぐらいかかる場合もあるかかかもしれません因子代ですね2万円ぐらいかかるかもしれません。 そしてその状況をもとに現地土地に行きまして今度その土地を測量するんですけどもこの土地の測量についてはさすがにさっきあの家にもあるかもしれないといったコンベックスのようなものではダメなんですよ。トランシストというあの三脚にこん,なこんな見られたことありませんかねあの双眼鏡みたいなやつですね。 あのよくあのデパートの屋上にある遠くを見る双眼鏡みたいなお金を入れるかというかのような形のそんなものであれは中に分度器と光が飛んで距離が分かる機械が入ってましてそれで角度と距離を測っていくことによってその距離面あの点各点の位置関係を計測できるという機械なんですね。 でそれを用いまましして測量しますじゃあ現地でどのぐらいの時間がかかるのかということなんですけどもでまあ一戸建て分の普通の土地であればこれも慣れてて半日ぐらいちょっと不慣れであれば1日ぐらいですかねかかります。そして事務所に戻りまして今の測量の成果をまとめて作成する。で こここれでででで申請できるかとといううう建物のの場場合合ははそうでしたが土地の場合はここでもう1クッション必要になりますどういうことかというと現地ここで測量したところの各ポイントが正しいのかどうかっていうのを周りの土地所有者さんなんかに立ち会ってもらって確認していく作業が必要になるんですよ。でまあ素直に、まあ、周りに住んでおられてすぐにうまいこと会えたら簡単に住むんですけどなかなかねご不在とかであるいは どこ,こに住んでないよとかで遠くへ訪ねて行ったりしなければならないケースがあるので、どのくらい期間がかかるかはここでちょっと分かりにくいところですね。で、あるいは、あの行動、例えば C の管理している道路に面しているところがあったりしたら、その市,市町村なんかに道路との境界の、えー、確認の依頼をしなければならないとか、こういうケースが出てきます。すると、えー、ちょっと1ヶ月、2ヶ月かかったりするケースもあります。ということで、 だいいたこの周り確認するのに通常2か月3か月ぐらいかかるんじゃないかなと思います。で周り全部確認しましたするとこの土地の外画が分かりましたのでその図面をもとに分割したい点を作成して分割したい点に杭を入れていよいよ申請するという作業に進みます。でここまで費用どんなところがかかったかといいますと最初の法務局でいろいろ資料を調べた印紙代2万円。 あと、えー、周りの方にいろいろ会わないといけないんでちょっと交通費何回か足を運んだりしなければならないというところがかかってくるんですけどもまあ,あの実際に何か物を仕入れたりいうことはありません。で申請書を作成していよいよこれを法務局に出します。すするとやはり1週間ぐらいでででかね、えー、法務局の方で、まあ、必要に応じて現地で えー、法務局の方と現地であの時間を合わせてあって説明したりしてでこれ完了するさてこれ完了したらどのぐらいの費用が今度報酬請求できるかということなんですけど土地の場合はですね今ぐらいのケースで大体いい60万円から100万円ぐらいなんですよ。でじゃあどのぐらいの元手がいったかっていうと元手はそんなにかかってないですね。 ではこの報酬って土地家屋調査士の報酬って一体どんなところでじゃあそんな高い収入が得られるのかということなんですけど実はこれは技術代と責任代なんですねやっぱり一般の方にとってどこをどう測ればいいか建物でもどう測ればいいかそのコンベクスと言ってもどこを当てていいのかわからない 土地なんかについてはこの機械がうまく使えたとしてもどこを法律に合致した形で測ればいいとかわからないというところでこれの2つの技術量ですねこれが1つまあ土地管区調査士としてその技術については日夜勉強してですね新しいいろんな法令とかいろんな機械なんかも含めてなんですけど勉強しなければならないと。 いうのが一つともう一つは先ほど言いました責任代なんですけどこの責任代というのは、えー、建物なんかでも登記するとそのまま何年も残りますその建物について図面も出ていますそれが法律上ちゃんと適切な手続きをしていたかどうかっていう責任なんですけど建物の場合はどうでしょうかね100年も経てば木造やったら崩れてしまうかもしれませんけども土地なんかやとですね半永久的に残ってますよね。 その残っているデータについて将来自分が土地家う調査士を廃業した後までも責任を持たないといけないちょっとそれになると逆に先ほどの10万円とか60万100万なんていうのではちょっと責任取られへんなという気持ちもあるかもしれませんけどもこれはまあ,あのどちらかというと不正なことをしない責任といいますかねあのあきっちりした正当な手続きをした上で、えー それについての隠しを得る例えばあの土地についてやったら皆さんの周りの立ち会いを得て確認をしましょうという話をしましたけども実際には確認をしてないのに確認をした提をして申請をしているとかこういうことをしないということが一つあります。したがってこういう正当な仕事さえしていればあの特別にあの責任を問われるわけではありませんのでちょっとそこの部分は心配ないんじゃないかなと思いますね。とというところで 建物で新築の建物が建つと10万円ぐらいそのための土地の測量や分泌作業をすると60万円から100万円、まあ、このぐらいの単位で報酬は得られるというところなんですね。はい、ではこのような仕事なんですけれどもどういうところから依頼が来るのかということなんですけれども実はあの何もないところでうちの土地測ってとかいう依頼がなかなか来るわけではありません。やはり えー、うちの田んぼがあるけども田んぼの半分に家建てたいんやとかこういうようなケースでやっぱり不動産が動く時特に建物を建てる時とかですねつまり建築屋さん工、えー、務店とかこういうところから、えー、お客さんがこういう計画してるんでそれについて手続き協力してくれないかっていう依頼が一番多いかなと思いますね。で次ににやはり同じようにそのよううそのなポイントで 不動産が動く時っていうことで不動産屋さんこれが2つ目ですねで3つ目に意外と仕事の依頼が多いのが司法書士さんなんですで司法書士さんなんなでかな同じような仕事がしているのにというと実は、えー、土地や建物特に建物を建てたときにえー ももしも銀行でお金を借りて建てるとするとこれに銀行の定当権とかをつけないためなんですね定当権というのはあの銀行がお金の回収をしっかりするためにそれに対してつける担保、えー、ということの形でつける権利なんですけどもそれについてするためには司法書士に頼んでこの建物を誰の建物ですそして定当権何々銀行の定当権をつけますというような手続きをしなければならない。 ととなってくると興味の種類重要というとはおかしいんですけどその誰のもの権利についての登記っていうところが主体になってしまうのでその建築屋さんや、えー、不動産屋さんも司法書士さんにこんな誰々のもん言って登記してっていう依頼を受けすることが多いんですよ。ところが司法書士自身は、えー 権利についての登記はできますがどんな建物どんな土地っていう登記ができないのでそれを下請けまあ土地・家屋調査士司法、まあ、書士兼業してる方も多いんですがあのやはりあの今のところまだやっぱり土地・家屋調査士別にやってるところが多いと思いますのでその土地・家屋調査士に依頼をしてくる。 とというところでこれもあって一般的にですねこの土地買屋調査士という資格が直接的に皆さんにちょっと知られてない理由になるのかなと思ったりもしますね。であと、えー、これは田舎の方へ行ったあれなんですけど都会では少ないんですけども個人自分が建てた家自分の土地こういう計画してるから相談してくれっていうのがちょっと田舎の方へ行けばより多くあるみたいですね。 ただ街中では割と今こういうような依頼は少ないんですけど私も知っているところのちょっと片い中で開業されている土地家屋調査士さんなんかやと建物を新築したりする時に先にもう土地家屋調査士にちょっと依頼をしたりするようなケースもあったりしますね。はい、というところでこのようなところから依頼が来るというところですねで。次にではその 土地家屋調査士そのぐらいの報酬でそんな依頼先ですよっていうお話をもしましたがじゃあ経験年数というかねあのこの仕事が一人前でできるのにどのぐらい修行をしなければならないのかというところを少しお話しさせていただきますが、えー、これをね土地家屋調査士もう長いこと何十年もしている年配な調査士さんにどのぐらい経験必要ですかって質問すると多分そんなん。 年年ややでで、は無理やでそれは10年ぐらい経験してもらうなとかいうような答えするんじゃないかなと思うんですけども、えー、私のこれは初見なんですけども実務経験としては独立して自分で一人前にできるのに2年もあれば十分じゃないかなと思ってますね。でむしろ最近ではですねあの私の生徒さんなんかで、えー、レックで勉強して 合格して、その後すぐにもうどこへ,どこへ行く？修行もしないで開業される方もいらっしゃいますね。しかもその方、実際にじゃあ勉強するときには何か土地家屋調査士に関する仕事をしてたのかというとサラリーマンをしてて、土地家屋調査士の資格取ってでもう合格したから開業なんて方もいらっしゃるんですよ。 ではそんな人仕事が本当にできるのかということなんですけどやはりなかなか実務と試験とは違うところもあるので簡単にできないところもありますじゃあそんな方もし建物の投機取れたらどうされているのかというと、えー、こ,んなん取れこんな仕事が以来来たんですけどもちょっと協力してくれますかということで私一緒に手伝ってやらせてもらったりします。で1個建物投機一緒にしました。 二つ目からもう自分で大概やりはりますわ。ということで,でも試験である程度事前のもう知識も皆さん合格できるっていうことは知,あの知識があるので実務についても一回何か覚えるともう2個目からは建物については自分でできたりされますね。 土地の方についてはさすがにですね手続き多いですし機会をいらわなければならないとかいうことがあってなかなか合格してすぐに自分で一人でっていうことは難しいんですけどもともとこの土地の測量がですねなかなか一人でできないことはないんですけどあの難しいのでどうせ誰かに手伝ってもらわなければならないっていうところで先に合格している方あるいは実務経験の少し ある方に協力してもらって一緒にやってもらうと仕事としてはそれほど経験がなくても合格する知識さえあれば一応はできるのかなっていうように思ってますね。うん、では逆にね仕事の取れやすさっていうことを考えますとですねこの土地家屋調査士の事務所に 例えばもう学校を卒業して何年も就職して働いてずっとそこにいてます、えー、そして資格が取れましたっていうと確かに仕事はできるんですけども、えー、新しいお客さんを取るとなると今までで仕事してた世界とととお客さんんると思うんですよねそれに比べて全く異業種で仕事をしている人っていうのは自分の世界の中で 土地調査士を始めたわけなんでそこのお客様って誰に遠慮なく仕事ができるわけじゃないですか。で例えば建物を建てるなんていうとまあ一緒に1回とか2回とかそんなぐらいかもしれませんけど何だ知り合いの中で機会があると思うんですよ。で建物を建てたり不動産を買ったりすると必ずと言っていいほど土地家族調査士の仕事がついてくるのでそういうところら辺を考えると、えー、経験っていうのは特別に 事務所へ補助者として何年も勤めなければならないものというわけでもないのかなと私は考えている次第なんですよ。ね、じゃあ経験で一番実はは難しいのはどこかということなんですけど、えー、実際に仕事をする作業をする場所じゃなくてですねその依頼元建築屋さんこんな仕事頼みたいねんけどって頼まれたときにその建築屋さんと「 じゃあどういう規模の手続きになりますねそれは費用いくらぐらいかかりますね期間困難ですよというそこの営業的なトークですねここが経験が必要なんじゃないかなと思ったりしますねあの測量している作業そのものはですね測量している場所にお客さんを後ろからじっと見て朝から晩までついてこの人どのぐらいの腕かなまあこういうことってあんまりないと思うんですよで、孫ついたりしてもですね 機械をしっかり抱いてきっかり測ればあの精度の誤差っていうのはそんなにあのベテランの方と変わりませんですよで慣れてない分ベテランの人がそれこそ1時間ぐらいでできることぐらい半日かかりましたと言ってもまあ,あの不慣れなんですからこれいいじゃないですかそうするとそれでいいですまないのはやっぱりお客さんと直接コンタクトする喋るとこじゃないかなと思いますね で元に戻りますがではもしも自分の今まで「土地買う調査士以外の世界で生きてきた方でも自分の周りに建築屋さん不動産屋さん司法書士これらの方がいて自分が「土地買う調査士として不慣れ、ね、未熟であっても未熟というか経験は未熟であるが資格はしっかり持っています。ということを理解して仕事をくれる人。 つまりこの営業トークが不慣れでも仕事をくれる人というのが身近にいらっしゃるとなればぜひもうこの資格を早く取ってもう修行どうのこうの行ってないで一旦事務所を立ち上げてそこの仕事を一つ一つこなすことによって経験が豊富になっていくんじゃないかなと私は考えてるんですね。はい、というところで、まあ、あの仕事というのではですね、えー、ここにちょっと書いてますけども。<laughs> 陶器やそれに関する依頼が来た時に現場を調査してで土地や建物現地必要に応じて測ります、ね、で土地については協会なんかを周りをね立ち会って確定しなければならないでその成果をもって書類を作成してでこれを法務局等に申請登記書なんかに申請するでその一定の成果が出たものを渡してその報酬を得るというところでしたね。 でここにもありますね、家を新築した時同築した時、ね、土地の利用状況が変わった時土地を2つに分けて分け、片っぽを売りたいとか片っあに建物を建てたいこういったケースの時っていうことになるということですね。はい、では次にですねちょっと今ここで大体どんな報酬というのと、えー、どういうところが依頼が来るのかなとお話をさせていただきました。ではこの 仕事をするにあたって設備ですねどのぐらい設備投資が必要なのかっていうところのお話に進めたいと思うんですけども、えー、まず建物だけの登記とちょっと限定させていただきますね建物だけということであれば先ほど登記所のところまで行くんだっていうお話しましたのでまあ,あ電車とか 自転車とかでも行けんことないですけどやっぱり車は持ってた方が便利かもしれませんねでもこの車特別にあのどういう車っていう別に自分の自家用車があればそれでいいと思いますで次に、えー、現地で測るもの何か道具がいるかなんですけど建物では先ほど言いましたコンベックスですね5メートルとかぐらいでいいですこれそうです、ね、1000円もすればあるんじゃないでしょうかちょっと精度のいいものでも 錆びない,いいものを買っても2000円とかそのぐらいであると思いますねそれだけですねじゃあ事務所に帰ってきて作業するのに何がいるかいうとパソコンがいるわけなんですねパソコンがじゃあこのパソコンも特別に何か CAD 仕様の立派なものがいるかというと別に通販で買えるぐらいの10万円以下ぐらいのもので十分ですね、はい、でじゃあ他に何かお金かかるものないのかっていうと プリンターがまずいるんですねプリンターについてちょっと、えー、細かく図面なんかを正確に出す必要があるのでサイズとしては A4 だけじゃなくて少なくとも B4A3 まで出せるものが欲しいというところでちょっとプリンターが十数万円かかるかるもしれないでじゃあパソコンとプリンターコンベックスそれだけかというと実は、えー、建物や土地の、えー 計算をする専用のソフトがあるんですけど、これがちょっと高価なんです。で、特別にむちゃくちゃあの使用のすごい。あのソフトというわけじゃないんですけども数が出るもんじゃないので、このソフトが値段が張ります。140万ぐらいします。140万ぐらいします。 まああの実際にはいつでも140万円じゃなくてちょっとあのバージョンが落ちるときとかもっと安く買えることもあるようなんでそういう機会に買えば特にあの古いバージョンだからといって問題はないとは思うんですけどもまあそのぐらいの価格がありますというところですね。ということで土地建物だけやったら140万とパソコンプリンターコンベックスこんな感じでしたね。 では土地をするとなるとあと何がいるかというと先ほど言いましたこのコンベトランシストというこの測量機械なんですけどこれが必要になってくるんですけどこれが一時はですねこれ外車買うぐらいの値段してた時代もあったんですけどえこの頃安くなってきまして国産車車ぐぐらららいいから軽自動車ぐらいの値段になってますね100万ちょっとぐらいでいいのが買えたりするようになってきてますね。 まあ、それぐらいいそれぐらいがりますでそれと、えー、先ほどのソフトと合わせてやっぱりなんぼがいりますね。でも実はねこれリースとかの契約をして借りたりすると月々の支払いそんなに多くないんですよ。10万円もかかってこなかったりするんですよ。では実は月々の維持費で何が一番かかるかというと、えー、事務所代。 事務所の場所代っていううのが一番かかるよになんですけどまあどうでしょう、まあ、場所によっても全然違うでしょうけど、えーまあ、大都会でしようと思ったら10万円ぐらいは最低かかるでしょうしちょっとした場所でも5万円とか6万円とかかかってくると思いますね。じゃあこの事務所なんですけど接着するのにどうしたらいいかっていうことなんですけど土地家屋調査士自宅でできます自宅の一室にそうですね 2畳か、まあ、できたら4畳半ぐらいスペースがあってそこを事務所と使える場所があれば十分仕事ができます。でなぜかっていうと、まあ物を置いたりするスペースはいるんですけどお客さんんんがそここにいらっしゃるととはほとんどありません先ほどもちょっと出てきました司法書士さんとかやとやはりあの書類を持ってきたりするケースが多かったりお客さんが突然訪ねてくることが多いんですよ。 そこで司法書事,事務所とかよくあの法務局の,あの前の道にずらーっとあったりするケースが多いんですよね。ところが土地家屋調査士というのはさっきも言ってましたように土地や建物現場があります。ということで現地へこっちが行くことが多いのでお客さんともそこで会ったりこちらが訪問することが多いのでえ事務所に訪れることは非常に少ないんですよ。 訪れるとしたら業者間でこんな書類持っていくわとかぐらいなんで自宅でしようと思えばできるというところで事務所を自宅にすると先ほど言ってましたその家賃分をさっきの設備に回すと例えば月7万8万円ですかねリースを組めば設備は十分整ったぐらいできるんじゃないかなというところなんですね。 とというところでここまでこの土地家屋調査士についてのえどういう作業をするとどのぐらいの報酬があるのかねでそれはどういう責任代とえ技術代ですよでどんなところから依頼が来るのかなというところそしてその設備までお話し,しましたがえこの設備どうですかね土地家屋調査士の特徴なんですけどもしも設備投資したけどもなかなか何にも仕事が来ないという時にはもちろん設備代は えー、焼却していく費用は払わないといけないですけども、えー、何かものを作って販売する食品を作るとかのように何か仕入れて作っていくものっていうのが特にないんですよ。ということはあの設備以外でどんどん無駄になるものっていうのが少ないので、ねえー、仕事としては比較的こう無駄な部分が少ないっていうのはこのと、えー、土地価格調査士の一つではないでしょうかねと思いますね。はい そういうところで土地家屋調査士の仕事を非常に収入としては仕事が取れればの話ですけど一つの報酬は大きいですよというところをお話しさせていただきましたでここの部分だけ考えると魅力的かなというところはあのご感じていただければ幸いですねではその仕事をするためにはどうする必要があるのかということなんですけども、えー、土地家屋調査士の仕事をするこの 不動産の表示に関する登記事務をしようというと、えー、土地家屋調査士連合会というところの名簿に土地家屋調査士として名前を登録しないとダメなんですこの名前を登録するための資格に、えー、土地家屋調査士試験に合格しているという必要があるんですよ。で、 あの、先ほどもちょっと法務省の資格を説明しましたけど、土地家屋調査士の資格の特徴のもう一つなんですけど、土地家屋調査士はアッパー資格というものがありません。いろいろこう資格がある中で、えー、例えば司法試験に合格していたらこんな業務もできますよ。とかいうものがあったりするんですよ。土地家屋調査士については、司法試験に合格しててもできない。司法書士試験に合格しててもできない。 同じように測量関係の測量士の資格を持っていてもやはりこの業務はできないということで土地家屋調査士っていう資格、えー、試験に合格しないとダメなんですよ。これが1つ特徴ですねでは本当に試験以外にないかっていうともう一つだけ方法があるんです実は。 土地家育調査士の業務しているような建物土地の表示に関する手続きについて何年も従事していると特任といって土地家育調査士の資格を得ることができるんですけど、まあ、これ実際今から目指そういってもなかなか逆に務、えー、公務員になるのも難しいですし実際にです、ね、この特,別特任という形で土地家育調査士の仕事をしている方というのは少ないですね。 私はあの西宮の地元で土地科学調査しているんですけども、えー、ほとんどいらっしゃらないですね。ということで土地科学調査し仕事をするには試験に合格しましょうということです。じゃあその試験なんですけども、えー、ちょっと見ていただきまして、えー、どんな試験かというところなんですけども、えー、まずここにあります、えー、受験資格。 特に制限なし、どなたでも受験できますというところで、えー、老若男女、何ももも問問いいままませせん。ん。年齢も問いません高校生の方でで受験できます。ただあの先ほど出ました土地川区女性連合会に名前を登録するつまり実際に仕事できるのは二十歳になってからっていうのがあるんですけど先に未成年の間に資格取っといて成人してから仕事を始めるということも可能になっています。 そして試験の内容なんですけども、午前の部と午午後のの部部に分かれています。で午前の部は測量資格のある方は免除ってなってますけどこれ測量の、まあ、基本的な測量技術についての試験で,で午後が択一書式ってなってますけど実はこの土地家屋調査試験と一般的に言われている部分はどこにあるかというとこの午後の試験だけなんです。 午前の試試験験はは土地科学調査試験とはあままり言ってませんなぜかと言いますとここにも載ってましたようにある前提資格があったらこれ免除されるんですよ前提資格ってどんなんかというと測量士法測量士一級建築士二級建築士この4つのうちどれか合格した実績があればこれ免除なんですよでは これ受けるにはどのような方法を取るかというと、これはめ、ね、いろんな受験指導の中でもあの他の意見あまりありません。もう統一しています。この測量手法という資格を並行して勉強するね。で測量手法というのを先合格しまして、これは実は同じ年に受けることも可能なんです。測量手法の試験が、えー、先にありまして。 5月月ににありまして7月に合格発表なんですねで土地家う調査士が8月なんでこの7月の合格をもってこの御前の部を省略、えー、免除という形が可能なんですよ。でこのように1年で2つ合格するのをダブル合格なんて言ったりするんですけどということで土地家う調査士試験を目指すにはもし前提資格何も持ってない方は測量資法を取ってからこれを受けようともうこれはもう一、えー、つのもう流れになってます。ねで えー、従ってこの「午後の部を即、えー、土地家浮く調査試験と言ってます」とお話しましたそしてこの「午後の筆記試験合格した人だけを対象に後日口頭での試験があるんですけどこれもあんまり調査試験とは言いません。なぜかというとこれほぼ全員合格するからなんです。でじゃあこの口述試験って何のもんやねんっていうと実は。 筆記試験を合格したのが本当に自分の実力なのかどうかですね本当に自分が受けたかどうかでカンニングとかしてないかこれの確認なんですしたがってもうよっぽど何聞いてもうんともすんとも言わんと言うとそれは落とされるかもしれませんけど普通に質問に答えてあの筆記試験合格した実力さえあれば間違いなく合格できるという試験です。 ただ近年ちょっと土地買う調査士の品格を上げるためにあまりに品位を害する人は落としましょうなんていうようになってるようなんですけどそこで工事試験については2年有効にしましょう1回落としましょうなんて言ってますけども実際には皆さんが合格しているようです、はい、筆記試験合格される方に品位がそんなに問われるような方はいらっしゃらないのが現実なんじゃないかなっていうところですねはいで、えー 公募試験を得てえて、ー、かねて合格として土地株調者氏になれますよっていうことなんですけど、この試験の次に特徴なんですけども、えー、非常に、えー、合格点が高い。だいたい七十パーセントぐらい取らないと合格できないですよ。でどちらかというとこんな意味です。本立てにつきましたらこのぐらいの幅しか出さないけどもその代わりこの中からしっ もう隅々まで出すよと細かいところまで聞いていきますよそれを70%以上答えてくださいっていうのがこの試験ですかね逆にもっと他の試験国家試験の中でもねこんだけ範囲があるけど全体として6割ですよこの6割と7割の差ってすごい大きいんですよつまりこの中をしっかりやりましょうではどっちの勉強がしやすいかっていうところをちょっと考えていただくと実はこの土地家屋調査士のえー 試験科目なんですけど、えー、法律科目でありますけども実は法学部の方でもあんまり勉強していないような項目になりますつまり土地科学調査士の勉強を始めようという方がほぼスタート一線なんですよねそうなるとどうですか、えー、例えば歴史や漢字が出るあるいは英語なんかが出るとはいう問題であれば今まで勉強してきた、えー 学生時代に勉強した差っていうのが出るかもしれませんけど土地家屋調査士には,それは基礎学力の差は出るかもしれませんがすそうなると、えー、よりその少ない範囲から詳しく出る方が実は勉強しやすいんじゃないかなと私は考えてますね。 あとここではちょっと出てないんですけどもう一つこの土地家屋調査試験の特徴としては、えー、非常に時間がないんですよ。えー、卓一が20問、書式という作図したり計算したりする問題が2問出るんですけどこれで合計でで時間30分なんですねで。計算すると大体この択一20問に1問に2分ぐらい40分で解かないとダメなんですよ。 でこのペースはいろんな国家試験の中でもかなり早い方なんですよ。でイメージでいきますと土地カウ調査試験というのはこのねここからスタートしてゴールまでやってゴールまで2時間半で駆け抜けましょうというよりも2時間半でどこまでできましたっていうことを問うような試験かなという気がしますね。まああそうううっ思思てもららととののやるる前から気楽になると思うんですけどこの えー、短い時間そしてこの分量これを2時間半でできるようになれと言われるとすごくこの最初からプレッシャーになるんですけどそうではなくて2時間半で走れるところまで走るっていう資格で試験ですよっていう前提で考えてもらった方が楽やと思うんでそう考えてください。はい、ではその、えー、合格するのにどのぐらいの期間が必要かっていうところを今度お話しさせていただきまして。 えー、ゼロからスタートして始めて大体1年ぐらいですね1年ぐらい勉強していただきますと絶対合格レベルにはなれますただ合格実際できるかどうかっていうのはその本人のちょっと当日の運とそれからその根性じゃないですけどその時の,あの自分のねあの知見に対するこの思いみたいなものがあるかもしれないですけど。 だいたい一年間です。で、一年間でインプット、つまり知識を詰め込んで、あと二ヶ月ぐらいでその中に入っている知識を外へ出す訓練します。中に入っている知識、以上のものは外へは出ませんけど、やはり入っているものの例えば八十の力が入っている中で七十出せたらいいんですけど、人によっては。 100の力入ってるけど60しか出えへん人とかといますそれをなるべく差をなくすっていう訓練が必要だということなんですよ。で勉強としてはこのように知識を積み込める期間を持ってその後今度外にその知識をアウトプット授業といいますがその作業をするそして本番に向かってもらう。で1年間でだいたい合格レベルになれますよ。でじゃあ 学校を使わずに独学で勉強したらどのぐらい期間がかかるかなというのをざっと考えますと、普通三年とか五年ぐらいかかるんじゃないかなって言われてるんですよ。によく五年で独学で勉強、えー、合格した、だから私は安い値段で合格してるよとかいう方もだいたいこの。 パンフレットに載ってますこの最後のアウトプット事業ファイナルトーレンっていうのは結構受けておられるんですよそうすると5年かかった間これ5年間分受けるとなると費用的に実は、えー、たくさん払いすぎですよっていう感じの方も多いというところですね。ということで期間時間的なもんも費用も考えて一番、えー、ローコストで合理的に合格するにはこの基礎講座を利用して1年で1回で合格してしまうっていうのが一番いい方法じゃないかなというところですね。 ではその1年間どのぐらいの勉強をするのかっていうことなんですけどこれあの生の授業ペースでお話ししますと、えー、週に2時間半のワンクルーの授業が週に2つあるんです。2つあるんですでもちろん土曜日日曜日2つ続けてやる学校もあったりとか、えー、平日に、えー、火曜日と金曜日に分けて2時間半とかいうケースとかもあります。 えつまり一週間で二時間半の授業が二コマつまり、えー、講義五時間ということなんですよ。でこれに対するもちろんその講義五時間受けていただく必要はあるんですけどその後自分で勉強するのにどのぐらいの時間勉強する必要があるかというと予習は一切不要です。なぜかなぜかというと先ほどもお話し,しました土地買う調査士は ほとんど新しい知識屋でということでテキスト先読もうとしてもそれこそ暗号の羅列になってしまうのでそんなことはしなくていいです復習だけしましょうじゃあ復習どのぐらいするのか受けた授業に対する倍ぐらいしましょうということは、えー、週五時間受けると週十時間復習してください計算しますと月曜から金曜までで一、えー、日二時間ぐらいですね 1>, 1日2時間言うたらどうですかねなんか微妙でと思いません1日5時間勉強せなあかんねんとちょっと働いてる方とかにとってちょっと無理かな1日1時間言うたらあちょっとやってみるわって2時間言うたらできそうな気もするなあいうところじゃないでしょうかねで1日2時間じゃあ机に座ってないとダメかっていうと2時間机に座っていただく必要はありません、えー、例えばカードを利用したりとか、えー、そういう形で電車の中で通勤時間ね 使っていただくととかそういうよういよなものもの含めてて時間と思ってますね、まあ、ただあの土地川口調査書式っていうの,のの中で図面を書いたり計算したりするあの試験もありますよってお話をしたので少なくともまあ30分できれば1時間は机に座る時間は持っといていただきたいなと思うんですけども、えー2えー、1時間ぐらいはあの外で勉強していただいても十分じゃないかなと思いますね。その 日週10時間の復習の業務復習の、えー、繰り返しですねこれを大体1年ぐらいしていただくと間違いなく、えー、合格レベル合格レベルにはなってます。というとこですねあとその合格レベルをその実際に合格に導くためにアウトプット事業という外へ向けてのトレーニングをして されて土地家屋調査士になりましょうというといころですね、はい、で,ではこの「土地買う調査士」じゃあ実際にスタートするにしろどのぐらいの年齢からスタートしたらいいのかもう年によってはね今やスタート遅いんじゃないかなとお考えの方もいらっしゃったりするかもしれませんけど、えー、私実はあのえ実務の方もしてるんですけどそこの、えー、研修のために ある程度一定の人数で地域的に集まる支部というのがあるんですけどそこでは70名ぐらいの会員がいらっしゃるんですけど私がそこの支部に入った時の十数年前で平均年齢が68歳とかいう形で聞いてたんですよね。で十数年経ってますけど新しい方入ってきたあんまり入ってきてないなっていうことじゃああの。 年配の方、今の元気でやったらいますよ。と言うと平均年齢今えらいことになってきてるんちゃうかなと思いますね。で、実際に私その支部に入っていたのは30代後半だったんですけども。それでもあの決して遅い方ではありませんでした。ということで、あのこの資格を始めるにあたって、えー 20代30代の方はもちろんなんですけど40代50代あるいは定年になってから始めようという方があったとしても土地買う調査指しての仕事を十分やっていけるんじゃないかなで、じゃあ,あの実際に仕事が発揮できるかというと、ね、あのそれぞれの世界での自分の仕事をやれたりとこの社会そこでのし、えー、関係でし、えー、仕事依頼を受けることによってできるんじゃないかなというところを感じておりますね。はい というところであの現在決して景気のいい時期でねこの頃ではないかと思いますけどもそれでも土地や建物不動産は動いてます。で建物については新しい建物が建つと必ずそこには土地買う口査士しの仕事があります、ね。多い少ないがあったとしても絶対どっかの土地買う口査士しがその仕事についてしなければならないというところがあるんですよね。はい とというところでこの土地買う調査士なんですけどもどうでしょうかね今日は、えー、どんな仕事儲かるのっていうお話しさせていただきますのでまあどんな仕事っていうのはね建物の土地についてどういう形のもの物理的にどんなものかっていうところを調べてそれを登記書に届け出る申告する申請するこのが中心な仕事になってくるということでしたで儲かるのかっていうことなんですけど、えー、報酬については先ほどざっとお話ししました じゃあ建物の投機月30件毎日1件あったらむちゃくちゃ儲かんないなかなかやっぱりそこまで仕事が取れるかどうかは別なんですけどねただあの建物を新築周りで見てみるとそこそこ立ってる中で月に4件ぐらい4件となかなかないですけど4件とか建物を取れればそれなりの維持費も取りつつ仕事もできるんじゃないかなっていうところじゃないでしょうか。はい であとそれについてどのぐらいの経験ができる必要かというところもお話しさせていただいたんですけども、えー、比較的経験短かったですよね。であと最後に1つなんですけどこの勉強するにあたって、えー、考え方大きく2つあったりすするんですよ時間かかっても合格したらすぐに実務ができるようにいろいろ実務的なことも知りながら勉強していきましょう。 詳しいところも勉強しましょうその代わり例えば合格までに2年かかりますもう一つはとりあえず合格に必要な知識だけを勉強して1回で1年で合格してしまいましょう考え方があると思いますで、これは個人的ではありますけれども私は後者早く合格する方をおすすめしますというのは理由は 実務もできるようにに長いいいこここことととかけて合格しましまままたある程度実務ももできますすもううが一つはここからスタートしてとりあえず1年で合格した何もできませんここほとんどわからないうち手探り状態で1年経ちましたっていうと1年後には多分この方の方が実務経験も豊富で立派に仕事ができる状態に育ってるんですよ。でレックでは提供しているのはとりあえず必要最低限の知識を、えー、しっかり覚え込んで 1>, 1年で1回で合格レベルになりましょうそして実際に合格を貸し取りましょうというプログラムが先ほど説明させていただいたこのコースですねこのビギナーコースという形になります。はい、ということで本日は土地買う調査士の仕事実務的なところをお話しながら儲かるのかどうかそしてその儲かるためには どのように勉強してどのように資格を取っていか,ない,いかないといけないかというところまでお話しさせていただきました。はい、というところで本日のガイダンスの方私の方終了させていただきたいと思います。どううもありがとうございました